方がいいかもしれない。今セーフだったね。手をまくる、手を合わせてくださいと。いやいやいや、もうすでにこぼれてます。これ何？山芋、ね、顔出してよ顔。チャーハン、あとこれでチャーハン山盛りだよ。おいしい。うん、これでぞ。なんなんのそれはね、キクラゲ。顔出して、顔顔顔、もっと顔出して、キクラゲ。あ、あとこれでぞ。でも味噌汁違うでしょ。うちになった、うちになった。さっきなんかすごい出汁の味濃いかも。いや、出汁入れ味噌だからね。出汁も入れなくてもいいかもしれない。はは、あのさ、チャーハン1になって、ね、は、チャーハン1になって、でも美味しい、ちょっと出汁入れ味噌だから出汁入れなくていいかも。でもちゃんとしっかり味がする。もう最後の味噌だからもう買いに行かないと。うん、明日味噌やせんだよな、買いに行こうか。まあ、いいではいないけど。明日フロリータだ。さっきとかでいいんじゃない。いやー、めんどくさいんだよね。明日フロリータだって。どうしよう。でもさすがにきつぎじゃない、3日間ね。ね、ちょっと、水曜日ぐらいでいいかも。木曜日は4時あるから、水曜日か金曜日ぐらい。よくもこうしたな。口ついてて落ちた。気をつけてください。奈々ちゃんはゆっくり食べてください。すごい口に入ってるけど。うん、ね、昨日のやつもあるよ。よく噛んで。でさ、ちょっとさ、首ここ空いてるからさ、引っ張ってもらっていい？うん、そうそうそう、うん、いいいい、うん、いや、変わったよ。お皿乗っかってるからそれ以上いかないでしょ。お皿ちょっとずらしたり。で、タオル自体を引っ張らないと。変わってるよ。またこぼさないでくれたら一番いいんだけど。今日も反対だ。もう一回赤ちゃんできたらここに行かなくて。だってさ、母さ、開けなくちゃだけど。赤ちゃん生まれたら絶対行こう。ウルトラが出るよ。生まれないから大丈夫です。うん、生まれたら、生まれないから大丈夫です。ちゃん落ち着いてよ。どうやもおもり？よく噛んで、噛んで。先生ね、ご飯ね、こういう系だもんで。うん、色一個食べた方がいいよ、先生は。これは何？あんかけ焼きそばです。あのさ、子供のさ、幼稚園とかのさ、お皿ってどのぐらいなの？こんなもんじゃない。そこに先生が置くんだ。うん、普通だ。普通っていうかね、幼稚園の先生いっぱい食べる。だって他のさ、会社員とかに比べたらすっごい動いてるよ。一日中走りまくってるからね。なんなここについてない、前掛けに。大丈夫、そんなとこで食べて味噌汁美味しそう。ありがとう。食べちゃう。ね、ほんと美味しそう。また会えるけど。これ嫌いだ。さっきこれちょっとこれぐらいだったね。見てこれ。あれ、レオくん2年くらい前に食べた時、好き好きって言っていっぱい食べたんだけどな。私はまあ普通。じゃあママは？私もね。ママはね、あんま食べたことないかも。うん。ママは？ママは食べたことない。
あ、ある、あの、いつもね、麺じゃなくてご飯にかけてるよね、中華丼にしてる、うん、麺はないかも、うん、ほら、ならお魚だよ、昨日喉に詰まったお魚、よく噛んでよ、よく噛んで、先生ね、これぐらいなのにね、すぐ食べられる、先生、急いで食べないといけないんだよ、他にも仕事いっぱいあるから、全然食べる時間ないんだよ、もうね、先生はね、あのね、ちょびっとからちょびっとだけあのご飯の準備とかして、で、あのどこに食べるか置いておいて、それでいっぱいちょっとだけ、半分だけなんかお仕事してから、うん、で、またお仕事をする、で、子供たちが本とか遊んだりして、結構だから幼稚園の先生はね、ちょっとふっくらしてる人が多いかも、あの見て、たくさん食べるし、見て、うん、いいね、結構ね、なんか差し入れとかも多かったな、なるべく行くって言った、母、母ね、全部持って帰ってね、家の人にあげてただってなんかね、アレルギーのものとかナッツとか入ってるものとかさ、結構ああいう洋菓子とかさ、なんかナッツとか入ってるからね、アーモンドパウダーとか、じゃ小学校の先生よりも幼稚園の先生、小学校の先生やったことないからわかんないけど、幼稚園はね、結構そういうの多かったよ、わかんない、もし先生、幼稚園の先生もやってたら教えて、どっちが大変か、どっちが大変かわかるさ、ね、どっちが大変、どっちも大変じゃない、でもどっちかというとどっちが大変、わかる人教えてください、わかんないでしょ、あのさ、学校でさ、お父さんさんみたいなやつある、あの、日直して、日直知らないか、これからその会始めますみたいな、あ、それ知ってる、それあるよ、え、それもね、ではあるよ、ご飯の時もあるよ、あとね、掃除するときに、どう掃除する、しない、掃除しない、大掃除ぐらい、大掃除、私ね、掃除するんだけどね、掃除するときにね、うん、今日はどこを掃除してっていうふうにね、決まるのさ、でもそうなってる、毎日変わるの、水入ってた、うん、だけどね、あのね、男の子はこっちですとか、男の子はこっちで、女の子はこっちです言うよ、いや言う、いや言わない、まず並び方先生、1年生の時に同じです、あとね、あと競争もあるよ、もしここはお部屋だったら、たみんな今すぐシューってシューってなんかタオルあるでしょ、でこいつシャーってやるあるでしょ、あれでさ、ここフキフキって、うん、それでさ、あのさ、あのなんだっけ、競争、競争してんだよ、さっきからさ、あれなんだっけって言い過ぎなくてする、抑えだからね、よく噛んでよ、お魚、気持ちが上がった、明日は何しよっか、明日は何しよっかな、マルコミやつだけ、え、何、まだ作るの、あれまだじゃないけど、何あれ完成してないの、いや完成したからもう一個、もう一個作るの、うん、材料がないし、まずさ
え、あるそのさ、ラップの芯みたいなやつとかさ、全然ないからさ、もしあったら、出てくれないって言わないですかね、自転車赤ずれでいいってねえ、何全員分作るの？だってさ、ダンスの時にさ、いらないでしょ、持って踊るわけじゃないでしょ、うん、とかはいらないんじゃないの？でも、あれする戦いするレオがさ、いつもさ、やりたくないのよ、私が、ね、レオはさ、バキュンとかさ、誰かはケンとかさ、いいんじゃない？みんな、ファントミじゃなくてもいいんじゃないの？そうだね、うん、ファントミ同士で叩くことないしね、うん、多分2個ぐらいあってもいいな、キレ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 だよ、さ、せっかくダンス踊れるんだけどさ、ダンスはダンスでいいしょ、ダンスはあれ持って踊んないんだから、マイク、マイクあるでしょ、レオくん好きじゃないって言いつつ食べて偉いな、私だってよ、私さ、そんなに好きじゃなくない、うん、ま、いや、そんなに好きでしょ、そこまで大嫌いってことでもなく、納豆入りは好きじゃない、やばいけど、納豆よりは好きじゃない、好きじゃない、うん、え、相当嫌いでしょ、うん、いや、納豆普通でしょ、何ミラ、それ食べてたよ、偉いじゃん、あとは蒸し汁、何そんなに汚いかも、おちゃん最後の肉食べれるって思ってね、あの、いっぱいにしてた、うん、なんか、綺麗でほとんどないんですけど、大人の引き方やって、なんかこうして、こうやって、こうやって、こうやって、こう、はい、口を合わせて、こう、はお味噌汁ですな、ちょっと味噌が変わって味が違いますか、ここかここかい、そうよ、かけるんそうよ、うん、あ、いいよ、あ、で、母、YouTube の友達さ、あのさ、仲良くなる、最近はどんなお話をしてますか、お話してないでしょ、最近全然私携帯いじってないじゃん、じゃあめっちゃ来てるかもしれない、いいいい、来たらわかるけどさ、そんなそんな連絡取ってどうするの、遊ぼうとか言うわけじゃないのね、一緒にじゃあこれはどうかな、いい、アイスキンだからだからか、じゃあってプチってなってる、名前なんていうのかな、私も知りたいの、いや、いいよ、こんなあれだから、ん、大人の世界だから気にしないで大人の世界、余計に気になるんですよ、名前いいよ、ひとみちゃん、かわいいな、かわいい名前そう、お目目バッチリのひとみちゃんだから、え、いいの、ひとみ、うん、うわー、かわいい、ま、それ以上は聞かないで、うん、聞かないよ、かわいい名前だね、そうでしょ、でもね、もし、あの、赤ちゃん生まれたら、もし赤ちゃんが生まれたら、生まれないですから、あの、あれよ、あの、さ、レオに生まれたらってことでしょ、ナナちゃん、レオの子供、ナナ子がいるの、将来、一人がいるの、二人がいるの、あ、一人がいるの、一人がいるの、少ないね、子供、だってさ、もうさ4人じゃん、いや、この家じゃなくてレオの子供の話よ、レオ、レオが大人になって、うん、子供、結婚してね、子供欲しいなってなったら何人欲しいの、1、2、3、4、4人、多いね、結構ね、そしたら母大変だ、私5人、5人、多いね、5人がいる、ママは、決まる、ん、ママは5人、5人、うん、だって14人でしょ、これでね14人の家族、なら結婚しないかもしれないわ、お父さん生まれたら何人欲しいの、うん、2か4人、4人、うわー、うわ、待って、18人、いや、やばいわそれはじゃあ、俺おっぱい、ちょっとお年玉さやばいっしょ、母ね、一人1万円だったら18万円、いや、一人で1万円はあげられないでしょ、
5000円だとしても9万円。なんか多くない？味噌汁の汁無理です。汁最近お腹空いて、空いたって言うから汁いっぱい入れてんの。味噌は体にいいから、なんたって味噌だよ。味噌、味噌、味噌ちゃん、味噌、味噌、味噌。ママ行ってきに行ったかに行った。みそ、ママ行ってきに行ったかにって。ん？水汁。今行ってもしさ、あのさ、味噌汁さ飲みながらさ寝ようと思ったら、ここに、ここの中にいた。そしてどこ行ったっけ？こちら行ったっけ？イオンじゃないの？なんかさ、最近買い物行きすぎなってきてる。え、そう？あ、まだでかいか。昨日行っただけだよね。うん、でも、でもちょいだよ。うん、ちょっと今日はちょびっとね。用事だっけ、ね、あのね、でもね、でも用事意味なかったよね。うん、言った、うん、別に行ってないっしょ。散歩してきたって言わない。まだあれよ、家にいた方がいいんだよ。家にいた方がいいっていうか、人の集まるところに行かない方がいいんだよ。はい、カニ。カニ。ブー。チャーハン。チャーハン正解。何味でしょうか。ブドウ。ブドウ。うわー、まずそう。いやー、まずそう。ブドウだったらさ、あのさ、黄色じゃなくてさ、マスク。マスクはそうね。うん。わかった。いいじゃん。メロン。メロン？メロン。うん、まずそう。まずそう。チャーン。わかりました。ノーマル。わかった。ノーマル。ノーマル。姉ちゃん。正解。ねえ。嘘ですよ。ほんとね。1番、チャーシュー。2番、五目。3番、鮭。4番、焦がし醤油。どれでしょう。焦がし醤油はないです。カンプチュシャン。1番。3番。3番ない。1番。3番は鮭。1番だけ。1番何だっけ、チャーシューだっけ、うん、2番五目だっけ、うん、3番鮭、4番焦がし醤油。どれだと思いますか。チャーシュー。じゃあ1番のチャーシューだと思う人。はい。2人。じゃあ2番の五目だと思う人。はい。2人。全部あげたらダメだよ。もうあげたらダメだよ。3番の鮭だと思う人。はい、はい、まあ、何作か抜いて2人。4番の焦がし醤油だと思う人。はい。全部手を挙げた人がいる。正解は1番と2番の混ぜ混ぜでした。チャーシューと五目。じゃあ何問正解じゃん。7問正解よ。じゃあ何問は正解。この間レオがね、チャーシュー半分やって残ってたやつと五目を混ぜて、五目チャーシューでした。正解。正解。正解。鮭はだって入ってないでしょ。なんかそれだけっぽいやつ。うそ。じゃあ、なんか赤いの。赤いの？赤いのパプリカじゃない？うん。うん。じゃあ、レオ食べたんだ。うん。それ1位の。うん。1位になった。すごいじゃん。チャーハン欲しいよね。味がないよ。チャーハンね、お店のも美味しいんだけどね、お店の結構胡椒効いてて辛くて食べれないんだよね。美味しいんだけど。やっぱね。けど日本でもあって。なんかね、バラバラに使ってたらね、父と母が離婚するって話だよ。離婚するってね。言ってた。そうめんね、一本で食べ、レオと一本ずつ食べてたらね。どうやってそうめん食べるの？なあなあ、危ない。今のところレオがね、そうめん食べたいってこと。私食べてたからいいよって。何？菓子を貸したの？何かしら。何それ。今ね、食べたら、ハリコハと父が離婚してもいいのって言われたから、えって思ってた。箸一本貸すとか意味わかんない。なあなあ、箸ちゃんと持ちなさいって言ってない。
めて集めて、集めて集めて、1本だったらもっと食べづらいっしょ。バナナ大好き。やめなさい。ミニの朝まっちゃん、いつガタガタしないとさ。あとバナナちょっと皮残ってるよ筋かな、こっちが歯が見えるところ。これいいの、これこれ食べるの、むかないのそれ。うん、むかないよ。むかないの、まあいいよ、食べて食べても。見して、ちょっと太めの筋あるんですけど、ね、食べない、食べるらしいからまあいいか。いいよ、体にちょっといい。うん、まあいいよ。ちょっと本当の外側の皮じゃないかな。本当の外側の皮はちょっと薬とかかかってちょっとあんまりあれかも。うん、なんで、だいたい果物とか野菜とかさ、農薬ってわかる？虫来ないようにさ、薬かけてるからさ。だからよく洗ってから食べるけどさ、バナナはさ、皮食べる。これ何？バナナの芯とか。バナナは皮食べるつもりないから洗ってないからさ。リンゴとかは食べるなら、ま、洗うけどさ。じゃあ、ぶどうはなぜ？ぶどうも洗ってるよ。何とか、いちごとか、全部。じゃあ、あの、何だっけ、たまたま、これ何だ、洗ったよ。え全部洗ってるけど、こういうメロンとかスイカは食べないから洗ってないけど。はい、こういうことでしょ。うん、てっぴー、てっぴー、てっぴー。私さ、ふうふうしてしまったよ。なんか食べたい。うん、なんだったのあれ、多そうだから待ってきた。じゃあ、これならいいよ。くれるって。いいよ、少し待ったら。好きなだけ食べてください。好きなだけ、全部食べちゃう。これはお腹痛くなるんだよな。お腹痛くならない程度ね、食べたいだけ食べて。はい、別に全部食べられる。いいじゃねえじゃん。カレーよりもさ、カレーよりも少ないと思うの。うん、からないかな。で、しちゃったんだけど。そんなんでいいの？そんなんでいいの？うん、そんなんでいいの？だって、ミライリレオの方がチャーハンいっぱい入ってたんだよ。大盛りだもん。うん。昨日、なんだっけ？昨日の夜ご飯？あれと同じぐらい。鮭おにぎりだっけ、うん、ビッグおにぎりだよって言ったぐらい入ってたよ。スプーンで食べていいですか。お茶おかわり、お茶おかわり。バンナバンナバンナ、本当に吸えるのかな。一回それをやってみたい。長いからちょっとごちそうさましょう。はい、切れそうだ。はい、食べてください。はい、はい、いただきます。真面目にやってください。食べてください。